はい、どうも、社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、今日話していきたい内容としましては、集まれ動物の森一番くじの話をしていきたいなと思っております。みんな大丈夫？一番くじの存在忘れてませんか？結構ね、忘れてる人いるんじゃないかなと思いまして、動画をね、上げさせていただきました。ちなみになんですが、もともとは3月の21日から順次発売っていう形だったんですけど、まあ例のね、まあウイルスの件とかもあって、遅延に遅延が重なって、この度ね、5月の16日土曜日から順次発売という形に正式に発表されました。僕はね、もちろん買う予定で、まあ、何口買うかまだね、検討中なんですけど、まあ10口か20口ぐらいをね、買おうかなと思っております。価格については、1回あたり650円ということで、去年と比較するとこれ若干値上がりしてるんですよね。確か600円じゃなかったっけ、去年は。地味に値上がりしてるっていうね。で、取扱店としましては、まあ去年と同様で、まあセブンイレブンだったりとか、イトーヨーカドー、そして任天堂東京でも購入することができますね。僕はどこで買おうか今悩んでるんですけど、まあせっかくなら任天堂東京で買おうかなと思ってます。次に、やはり皆さんが一番気にされてるのってラインナップだと思うんですよ。今回ね、いろいろなことがあって、まあ、延期したということで、中身が変わってるんじゃないかと、そういったことがね、割と噂になっていたんですけど、今のところはですね、このような形になっております。A 賞が、つぶきち&豆吉のティッシュケース。で、B 賞が、のんびり気ままなレジャーラグということで、以下どんどん続いていきますね。まあ、結果としては、賞の中身に関しては変わっていないので大丈夫ですね。いやー、そこをね、僕も少し懸念していて、まあいろいろね、今回問題があったからさ、もしかするとちょっと変わっちゃうのかなと思ってたけど、よかったですね。とりあえず中身に変わりがないということで、とりあえず僕は A 賞と B 賞狙いで頑張っていきたいなと思います。ちなみに去年はね、A 賞と B 賞両方当てました、シャチクルミで。だから今年もね、ぜひ当てていきたいなと思います。多分ね、そこの動画も撮ると思うので、後日見ていただければなと。あとは、去年の一番くじの動画も上げておりますので、もしね、一番くじを今回初めて引くわっていう方がおられましたら、ぜひね、そちらの動画見ていただければなと思います。一応概要欄に貼っておくので、ぜひね、見ておいてください。はい、ということで、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、これからもあつ森の最新情報であったり、あつ森実況、そして話題になっていることを取り上げて動画にしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。